この車そのものが走ることはないと思うんですけれども、この車に使われているその丈夫な素材というものがどんどん市販車の中に使われるようになっていて、我々が気づかないうちに市販車の燃費がどんどん良くなっていくということが期待されます。